デアヨードバイパスは、徳島県長郡長町に建設中の国道193号、及び国道195号のバイパスである。第1期区間と第2区間があり、第1期区間は国道195号単独区間で、第2期航空は国道193号と国道195号の重複区間である。 レアヨードトンネル1機工区二2機コ従来の国道195号は、長町、大都地区の長安口ダム貯水池に沿って、U 字型に折れ曲がった道路で、福音は境愛で区間中に存在するトンネルは、素彫りでコンクリート吹き付けをしただけという状態であった。第1機工区工事では、 出会いオードトンネルをはじめとした山側を直線的に貫くバイパス道路の建設で、旧道区間距離4400メートルが2200メートルに短縮されるとともに危険な区間を回避する。起点高松市側から進んできた国道193号は、出会い橋で中川を渡り、海洋町方面に進んでいたが、橋を渡った先にある出会いトンネル内部は境隘で、 自動車の離合ができないものであった。このためトンネルの両方向に信号機が設置され、片側交互通行が行われていた。第2期航区では、従来の出会い橋と出会いトンネルの北側に新しい橋を建設してに車線を確保し、安全かつ円滑な交通を実現した。2017年3月に開通。ありがとうございます。